Hi guys, I'm Bomi. I'm glad to see you here and welcome to Bomi's World. So today, we will watch One Piece episode 751 and 752. So guys, before we start this video, please like, subscribe and hit the notification bell. And don't forget that I have Instagram and TikTok where you can see even more content. So you'll set and let's get started! これで何人やられたんだい？16人目です、いつものように何やら口論の末その町ごと吹き飛ばされたもの。死傷者はざっと600名。奴の通った後はいつも民間人への被害が甚大で、七部会とてこれに目をつぶっていていいものか。白ひげエドワード・ニューゲートの実の息子という肩書きは強力ですが疑う者も多く、血筋がどうあれ確固たる価値が一つ。奴は海賊として圧倒的に強い。まるで本当に白ひげの若い頃のように強さだけだけどね。ドレスローザ執行から1週間、ゲジの方向に何か見えます。はぁ、we can't be fired with all of them. 深い霧の中に、あれは山か怪物か。動く山だ、今は一刻も早く霧の迷宮から脱出するんだ。外傷にぶつかって転覆するぞ。いや、リブルカードはあれを指してる。おお、本当だ、お前の仲間がいるじゃん。What? 霧と押し返す海流、How are you gonna do that? 侵入を阻む島だと聞いている。ここがゾウって島？いや、おかしいべ、これはまずい。行けるぞ、センター。ここでいいんだ。ゾウは巨大な象の背に栄えた土地の名だ。生きてんのかこれ。常に動き続け、一定の場所には存在しない幻の島。ログポースじゃたどり着けない。俺も来るのは初めてだ。クロワシたちはもうだいぶ早く着いた可能性があるんだ。私たちは遠ざかるゾウを追いかけてたのね。上陸の準備をしろ。これがゾウ。海外には核無意なるものが存在するのか。桃之助は無事でござろうか。おい、ゾウには人を嫌う種族が住むとか。ああ、ミンク族だ。人を寄せつけず、その国の歴史は千年近いと言われている。ゾウの背中に。じゃあ、そう、あいつは絶対も生きてるゾウなのか。サニー、サムさんとサニーの先輩だね。ありがたよ、ありがたよ、ありがたよ、ありがたよ。おかまな、ビッグマムの手柄はうまく逃れたようだ。特に目立つ外傷もんで。おい、サニー、サニー、いや、ジャーマスサンジーのみ、どうしたの。イエスね、ノードンです。こちらラフィン。お、俺はバージェス、君か。ドレスローザへ迎えに行ったのにいませんでしたよ。ああ、悪い、ほぼ気を失ってて連絡できなかった。なんだあの野郎、生きてたのか。今はどこに。今あたりは白い、真っ白い島だ。ある船の船底に忍び込んでた。今ここに攻め込めば大量の武器が手に入る。ティーチ提督です。何度言わせるんですか。毒球も必ず連れてこい。俺は重傷で死にそうだ。バージェス、いい加減に言え。そこはどこだ。土地の名は知らねえ、誰も知らなかった場所だ。俺のビブルカードをたどってこい。ここにはあのドラゴンも憎きサボもいる。What? ここは
口を揃えてこう言うんだ。白重の息子たちは白重海賊団だけだって。ガータン、ガータン、おで白重の息子だよな、重白石。そうだよあんた、白ひげ海賊団はただの家族ごっこさ。世界最強の海賊白ひげの血を引いた実の息子はお前だけなんだよ。それで私は白ひげが愛した女しっかり押し、この私の宝は見てよ母さん、これをもらう。 She's mom?違うよ、白ひげの写真だよ。 She's lying to herself and her son。 こんなに似てて親子じゃねえわけねえだろ、バカだね、まったくこの子は。ガータン、ごめんよ。ラーラン、許すよ。 Because I love you。 ガータン、はい、君よ。 Hi。 あなたがやるべきことを言ってごらん。不死鳥マルコをはじめとする白ひげ海賊団の団頭どもを探し出すのさ。そしてぶっ取るんだよ。あんたの父ニューゲートが残したはずの莫大な遺産は奴の実子のお前こそが正当な相続人だ。うん、おーだ。でも俺はやっぱし仇を討つぞ。いやー、父さんを殺した黒重を俺はぶっ殺してやるんだぞ。絶対に許さねえんだぞ。金だ金、遺産を相続するんだよ。うん、うん、バーギー、オーマイガー、フラミンゴから武器が流れてこなくなった今、ならば海賊傭兵と依頼さ。 Oh my god, so they're gonna get it from Apica Mimini。 この大化身会占領道家のマギー様の名のもとに拷問となる。うわぁ、オーバー、バーギー、バーギー、バーギー。 It's really like a big choir right now。 バギーだぞ。 All of this。 フラス S の傭兵ハイルディンから連絡が入って、やめるそうです、そっち。何、一人ぐらいいいじゃないか。巨人族はあと4人いるんだ。5人ともです。はぁ、あ、うちの稼ぎ頭たちだぞ。この書き入れ時に理由を言え。気が日本や。いいえ、どうして、えぇ、どうして、